はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ヘルカイザー龍です。さあ、本日なんですが、宇宙最強デッキを作ってきたのでね、ご紹介していこうかなというふうに思っております。本日は、戦闘サイバーというね、デッキです。これどういうデッキかと言いますとですね、戦闘機ってリンクモンスターが全部機械族なんですよ。で、サイバードラゴンには、機械族を融合素材として融合召喚できる超最強モンスター、キメラテックオーバードラゴンというモンスターがいまして、このキメラテックオーバードラゴンという最強モンスターを、戦闘機の力を使って活躍させていくっていう、まあ、そういうデッキになってます。シナジーが結構ね、実はありましてですね、診断で、まず、新しくカメリアっていうモンスターが追加されまして、これ、効果モンスター2体っていう条件で作れるので、で、しかも、ボッチに、戦闘魔法をね、3枚以下であれば魔法カードが叩き落とせるので、例えば、サイバードラゴン展開を、していって、サイバードラゴン2体とかで、一応カメリアとか作れるんですよ。だから、サイバードラゴンの動きをした後に、戦闘機ムーブができるっていうところ。で、しかも戦闘機っていうのは、一旦に一体ずつ、であれば、特殊召喚ポンポンできるんで、係を、雫を、はやてを、階段みたいな感じで、ポンポン、リンク召喚をつなげていくことができるので、こういう風につなげていくと、機械族が墓地に溜まると。で、その墓地に溜まった機械族を一気に融合召喚できるカードが、オーバーロードフュージョンとか、超未来融合オーバーフューチャーフュージョンというカードがありまして、これで墓地に溜まってる戦闘機とサイバードラゴンを融合して、これを出していけると。で、もう一個、戦闘機とサイバー流の相性のいいところは、戦闘機動エンゲージが、まあ、そもそも3枚解禁になってるんですけど、これで持ってこれるこの戦闘機、イーグルブースターというカードですね。これ、自分のフィールド上のモンスターにも、相手のフィールド上のモンスターにも、どっちでも打てるんですけど、これ、フィールドの表が表示モンスターいた対象に、そのモンスターは自身以外のカードの効果を受けませんという体制。まあ、これは正直今回おまけで、自分の墓地に魔法カードが3枚以上存在する場合、相手は、相手のモンスターに打った場合、そのモンスターは戦闘では破壊されない。つまり、相手のモンスターにこのイーグルブースターを打った場合、戦闘破壊されないモンスターが爆誕するんですよ。要は、サンドバッグができるんです。サイバードラゴンムーブからカメリアで戦闘機持ってきて、戦闘機でイーグルブースターを打った場合、なんとサンドバッグを用意した上で墓地に融合素材を貯めることができるという、あまりにも最強のシナジーがあるんですね。これが戦闘サイバーというデッキです。本日はね、このキメラテックオーバードラゴンのね、アルティメット連打能力エボリューションレザルトバースト、これぶち込んでいきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。謎デッキ持ってきました。あ、反応強いですね。これランカの小悪魔。なるほど。これさすがに一旦 G から打ってうらら打たれてガンマじゃない。よし完全に読み合ってた。まあでも一応でもこれあれか、1枚ストップされる可能性あるか。1枚ストップされる可能性ありますね、これ。ドローね、多分このまんま、この状態でストップもあんのこれ、このデッキ。やばい、ちょ、なんか馬って思ったけど、別に外にうまくない可能性ある、これ。怖くまいってなったら、普通のデッキ相手だったら多分今の G 打ってうらら打たれてガンマが多分一番強そうな気がするけど、 G 通った方が強いからね、基本的にはね。これこと小悪魔相手に対してはこれあんまり強くないっていう説あるな。これシセラの小悪魔でさ、ストップされてさ、あー行ってくるんだ、やっと。これドロー差しがでかい。これちなみにマックリクダは結構入ってるんで、ドロー差してくれるのはマジででかいです。心変わりきた。まあちょっとセラの小悪魔心変わりできたらでかいだからね、これね。セット奈落の落とし穴、なるほど、奈落入ってるのね。だからそういえばなんかなんちゃらの落とし穴っていう新規カードまだ来てないな。なんだっけな、なんか1500以下のモンスター出してきたら、なんか裏側で除外するみたいなカードが、なんだっけな、何の年なんだっけな、なんか、てってれーができるね、やつがね、もう一回、それちょっと被ったな、もう一枚ぐらいあるんですよ。ちょ、とりあえず、一旦サイバードラゴン特殊召喚して様子見ます。これ、セラの小悪魔と合体できるんで、サイバードラゴンくん。あー許されへんなかった。許されへんかったわ。なるほどね。やるやん。
や、これ意外とね、スルーしてくれる人多くて、サイバードラゴンとエクストラモンスターゾーンのやつで合体してメガフリートってやつ出せるんですよね。とりあえずティオの小悪魔ちゃんが出てきて落とし穴を回収スタイルですね。いいでしょう。まあこれ次のターンも一応打てますよの花構えな。で、小悪魔モンスターが、なんだっけ、効果発動したからホールティアが出てくると。了解了解。でもね、これ妨害数かなり少ないと思うので、これはですね、一旦ちょっと3戦の際打ちまして、この手札を見まして、じゃこれじゃない、これで相手がこっちの妨害をまあそのしてくるか、あ、G うぜまあ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 、それはまあしょうがないか。まあ俺も G 打ったからな。まあ俺も G 打ったから、私も打たしてねのパターンね。うわー、マジでどっちでもいい、ガチでどっちでもいい、ガチめにどっちでもいい。どっちの効果あんのこれ、知らねえや、もうわかんねえ、これでいいや、戻せ。で、G 通りましたが、もうこれ行くしかないんで、サイバードラゴンコア召喚しましょう。小悪魔もうキルの能力高いから、これ多分ターン返したらキル取られるんだよね、さすがに。だから、サイバーリペアプラントを持ってくるわけですよ、基本的には。で、怪獣をね、一応サーチできるようにしといて、で、心変わり打って、セラはちなみにもう効果あんまないから、あいつはサンドバッグにするわ。ほんで、で2体のモンスターで、こっからカメリア。こっから俺は戦闘機展開に行くぞ。行け、戦闘機カメリアをリンク召喚。そして、ちょっと誘発が、まあ、これ多分ね、ホールティアの効果はちなみにずっとチェーンするから、もう相手手札誘発引いてるかどうかちょっともうお前わかんない。で、戦闘機カメリアさんの、効果を起動しまして、エンゲージを、落として、で、エンゲージの、カードを、エンゲージを、真剣エンゲージを、これ係で回収するっていう動きですね。はい。これ心変わりでパクったモンスターカメリアに変換できるのマジ強くてさ、心変わりめちゃくちゃ相性いいんだよね。いや、ほんとカメリアって最強だなって。効果モンスター2体とかいうテキストもう最強すぎて、もうちょっとやめらんねえわ、やめられない、止まらない、ほんとに。カルビーカッパエビ戦、これは一旦ホールティはいいや、ホールティはいい、カガリで回収しに行きましょう。もうあとはね、相手の手札誘発とかで何を引くかなんでね、基本的に。かがり回収、エンゲージ、これちなみに、まくり札を連打すると魔法カードがたまるので、これも相性がいいです、非常にね。はい。で、かがり、持ってくる。で、かがりの効果起動して、エンゲージ回収からの、でエンゲージで、ここでイーグルブースターを持ってきて、相手に戦闘破壊耐性を付与します。戦闘破壊耐性を、ワンドローします。はい。で、羽儲け、お前、あっ、遅えな。先に来てほしかったわ。あんま妨害札強くなかったから、あんま関係ないけどな。で、これで戦闘破壊耐性を付与しました。セラの小悪魔は今、効果を受けずに、戦闘では破壊されないっていう、一応効果を持ってます。はい。で、こっから、戦闘機、かがりちゃんをカイナに変えまして、で、あとはね、無限にですね、これどうでもいいわ。無限に機械族のリンクモンスターを貯めていくだけの簡単なお仕事。はい。無限に貯めていくだけ。ちなみに戦闘機モンスターは全部機械族なんでね、墓地にめっちゃ溜まってくるのめっちゃありがたいんですよね。はい。よし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 、いいぞ。非常にいい。そして、超未来融合、オーバーフューチャーフュージョンを発動。超未来融合、オーバーフューチャーフュージョンは、一ターンに一度、相手の、自分のエクストラデッキのモンスターを相手に自慢して、そのモンスターに書かれているモンスターを自分のデッキから墓地に送ることができる。ちなみにこのモンスターはこのターン特殊召喚できないし効果が無効になるとかいう効果を持っているが、このターンの融合さにすれば関係はない。自分の墓地からサイバードラゴンと機械族モンスターの魂を、これどうやって選択するのこれ、全部じゃないこれ、1234、うわっ、6体のモンスターをゲームから除外、あらららこれが俺の勝利のあがきだ、キムラテックオーバードラゴン融合召喚。セラの小悪魔は戦闘では破壊されない、エボリューションレザルトバーストルクオレンダ、いや2連打ちょ2連打しまんねえな、ちょもうちょっと連打させてくれ。ファンデッキの中ではまあ強い方なんじゃない、このデッキ結構戦闘機ギミックも一応入ってる、サイバードラゴンもまあ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 のキル能力はあるからね。あと一応今回激肝ムーブするために
何でしたっけ、クロックワークライト入れてるんで、クロックワークライトからサイバードラゴン特殊召喚で相手のモンスター全部吸うっていう動きも一応できるようになったんです。はい、一応ね、一応召喚新クシャトリラですか、これは何ですか、スプライトクシャトリラみたいなやつですか。スプクシャはちょっときついかな、さすがに妨害数が多すぎて、ちょっとまともに俺のなんかそのマクリフだが機能するとは思えないんだけど、あ、混沌の召喚神か、なるほど。あー、え、これゲンマ、これ入ってるのゲンマじゃない。あんまりスプライトではそのあれだよね、あの召喚神の方までは採用しないよね。あー、ゲンマだ。あー、なるほど、クシャトリラゲンマってことか。はいはい、これ GX 対決じゃん、激アツ、これ GX 対決だわ。ちょ、俺心臓病バズらってるからちょっと手加減してくんない、頼む、マジでもうすぐ心臓なんだ俺。心臓が痛くてさ、マジで頼む、持ってくれ俺の心臓って言いながらデュエルしてんだよね、いつも。あ、高麗王ハモンね。いや、ラビエルハモン強ない、ちょっと待って、これさすがにやばいわ、これ質高いんでしかも2枚ドロー入るんでしょ。いや、なんかね、いや、まあ、でもバック除去れれば大丈夫か。なんかあの現場の妨害って基本的にはバックに頼ってるんですよね。だからライトニングストームはめちゃくちゃ強いと思います。っていうかこのクロックワークライト今来てるな、これなんならクロックワークライト発動サイバードラゴン特殊召喚で全処理できるぞ、これ。ワンチャンな、まあ、ちょっと相手が、あ、おマジで伏せないの、妨害なしじゃん、嘘でしょ、そんなことある。なんかすごいなんか打点が高いだけのおじさんが2体並んでるけど、まあ、ちょっとあの気をつけないといけないのはラビエルとかいうモンスターがあの展開蹂躙剣っていうカードを手札に抱えている場合、ぶん殴ったら逆に今度あの相手の打点がやばいことになるから一気に、とりあえず一回バック除去させてもろて、で、あ、先こっちか、サイバードラゴン特殊召喚サイドラ特殊からの、これマジでクロックワークナイトした方が早いけどな。マジでさ、一回心変わりして4000パクってからさ、クロックワークナイトで相手のモンスターを吸収して全員で殴ったら勝ちっていう、まあ、そういうコメントしてくるやついると思うんですよ。片っ端からブロックしてやります。はい、片っ端からブロック。そんなやつは。はい。そういうことじゃない、このデッキは。さて、とりあえず一旦カメリアちゃんを出しに行きまして、これ2枚だから、今だカメリアの効果起動する、エンゲージ回収する、あとはですねこれね魔法トラップカードがね、あ、じゃあ魔法カードがね墓地に3枚になるようにしたかったんだけど、ちょっとこれ無理なんだよな。カガリを一旦作りまして回収、これ多分光ってんのアルミラージの効果だと思うんだよね。アルミラージはちなみにフリーチェーンで一応飛べる効果持ってて、あのフィールド上のモンスターを破壊から、効果破壊から一回守るっていう効果が一応あって、フリーチェーンで飛べるんだけど、で、これここで打てばいいのか。戦闘機イーグルブースターは自分の墓地に魔法トラップカードが3枚ある状態で打つと、相手の波紋が効果を受けないで戦闘では破壊されないっていう状態になります。まあ、ちなみに、アルミラージは、飛ばれちゃうんで、アルミラージ最初に取ってもダメなんで、これで、ですね、戦闘破壊、これ垂れ、耐性とか付与されてるか分かんなくね、押されてるよねこれで、戦闘起動エンゲージを発動する。あ、これちなみに新あの演出なんで見てください皆さん、新演出超かっこいいから、これ今日来たのですか、どう、かっこよくない、めっちゃくちゃかっこいいっしょ。これめっちゃくちゃかっこいいんだね、マジで。そしたらね、これはキアノスからぶち込んでいいか、とりあえずね、あのね、機械族を貯めたいんだよね、とにかく、墓地に。なんで、キアノスの効果使いまして、あ、そう、使わなくていいのか、キアノスは。キアノスは別に使わなくていいや。これ使ったらなんだろう、リンク4出さなきゃいけなくなるから、意味わかんなくなるわ。トークン出る、はい、どうぞ。で、2体で、ブワリケ。いや、もうこれは最後か。戦闘機かがり、で、雫出す。さあ、着々と、あ、ちなみに、キアノスの効果を使わない場合は、こっからアナコンダができます。アナコンダでオーバーロードフュージョンをコピーして、オーバーロードフュージョンの効果で、キメラテックオーバードラゴン出すっていう動きができるんで、一応、オーバーロードフュージョン引いてなくても、まあ、展開通るのならば、一応いけます。
まあそんな展開取ってることあんまないけどね。で、キアノスと、カイナでバリケード作って、はい、でバリケードの効果でさらに、サイバードラゴン捨てて、これで機械族モンスターめっちゃ溜まってるんですよ。何体溜まったのか知らんけど、これさすがにオーバーロードフュージョン打ったらバカみたいな打点のキメラティックオーバー出るんで、いきましょう。俺は勝利のみをリスペクトする。俺は絶対に負けたくない。融合召喚あらわらキメラティックオーバードラゴン。キメラティックオーバードラゴンの攻撃力は融合サインにしたモンスターの数かける800になるぞ。バドルメイス何、まあ、それはいい。ちなみに何回も言うけどな、今ハモンは戦闘破壊されないぜ。バドルメイスおらーエボレーションレザルトブーアストグーレンダ、いや3連打、打点高くしすぎた。あーまあまあまあ悪くないんじゃない、これもなかなか悪くない反応してると思うけどね。いい感じ。なんかやっぱサイバー流ってさ、まあ、別に強くはないんだけど楽しいんだよね。なんかあなんか心が踊るというかさ。まあ俺ちなみにずっとアサデールとかやる前はもうサイバー流をずっと使ってて、何年前くらいだ、ちょっともう分かんねえ、6年前とか7年前とかなのかな。7年前くらいはほんとずっとサイバー流が大好きで、サイバー流をずっと使ってたんですよね。でサイバー流で、まあ、後手でワンキルしていくっていう構築を、まあ、ずっと使ってて、だからまあサイバーデッキには結構思い入れが個人的にはあります。個人的にはね、うん、なんかね一回ね僕YouTube のなんか事務所所属したことがあって、まあ、今個人でやってるんですけど、まあ、今ちなみに相手親顔ムーブして服装長いから多分雑談タイムなんだけど、俺のリュウ実況チャンネル雑談タイムになるんだけど、もともと事務所で所属した時に、 YouTube の事務所所属した時に、なんかその事務所でなんか大会みたいなのがあったんですよ、遊戯王の。でね、その時にサイバー流持ってって、なんか初めてね、サンダーさんとかと対戦しました。はじめ社長とか、はじめさんとかサンダーさんと対戦したのがあれ何年、2017年とか18年とかだと思うんで、4、5、6、7年前だと思います。はい、その時から使ってたデッキなんでね、サイバー流は。だからかなり思い入れがあるんですよね。はい、まあちょっと最近は環境についていけてなくてあ、ストラクチャーでも発売されますけど、発売されましたけどね。ただね、やっぱり、ね、ちょっと環境についていくのは非常にやっぱ厳しくてね。でしかも後手デッキ握るんだったらさ、当たり前にテンパイが強いわけで、ね、わざわざサイバー握る、まあ、意味もあんまないし、まあ、サイバーって基本的には一番勝負とかないからね。で、まあ、後手まくり札いっぱいいらないといけないし、手代発もそんなにいっぱいいらない、まあ、そこまでいっぱいいらないというところで、まあ、よく事故るしね、後手にすると。というところで、まあ、最近全然使わなくはなってしまったんですが、まあ、こういうね、診断のカードとかが追加されて、まあ、こういうタイミングで使えるようになるっていうのは非常に大きいですよね。はい。まあ、カメリアにはだから俺感謝してますよ。はい。で、なんか結構長々と喋ったんだけど、まだ余裕で展開終わってないから、もうちょっと喋ることないからこれ飛ばすわ、多分。編集の俺頑張ってくれ。さあ、スカルテッドちゃんの効果で、一旦に一度自分のメインフェーズに手札からモンスターを特殊召喚される、レスキューフェレット来ちゃう。フェ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 レット来ちゃう。キュイキュイキュイ。レスキューフェレットでこれ何が特殊化されるんだ、カブレラストーン、えドキドキえこれ G さんのデッキじゃないこれ、やべえ、なんか謎の棒来た、出ました、トイレ掃除する時の棒、なんかポンっていう棒来た、 G ランティス、やばい、ちょっと待って、これ宇宙最強コンボしようとしてる。 G ランティスの効果、これ特殊召喚して効果を有効にするっていう魂胆ですね。カブレラストーンとドキドキとアシュカブレラを、カブレラストーンは確か特殊化成功時自分ダメージを受けますみたいな効果だったと思うんですけど、棒出てきた、棒とドキドキが出てきた、でカブレラ出てきた。昔カブレラっていうなんか野球選手いませんでしたっけ。なんか俺あんまその野球あんま詳しくないんですけど、トライアントライアングルをやばい、ちょっとあーやばいやばい、ちょやばいことしてる、
ちょっと待って、これさ、これもまさかあれか、 G3 ワンキル来るか。あー、水晶ドクロ捨てて、ドクロ捨ててドクロ特殊、これやばいよな、このトライアングルオーとかいうカード、これ絶対コンプライアンス違反なんだよな、もうイラストが。さあトライアングルオー来た、トライアングル効果発動で全部破壊される、トーテムポール、やばい、俺が受ける効果ダメージは、あ、じゃあ、あなたが受ける効果ダメージは僕が受けますよと。で、アシュカピラーと通って、カブレラストーンの効果ダメージが俺に入り、トーテンポールの効果によって効果ダメージが倍になる。俺の受けるダメージが。やばい、いったいったいったやばやばい、伝説のトーテムポールワンキルじゃん。